アントニオ・ホセ・デスクレ。アントニオ・ホセ・デスクレイ。アルカラ。アントニオ・ホーゼイ・デスクレイ・ワイ・アルキャラ。1795年2月3日から1830年6月4日。は、南アメリカの諸国をスペインから独立に導いた、軍人、政治家。第二代ボリビア大統領。初代は、シモン・ボリバルが、名目的な立場のみだったので、事実上の初代大統領であり、また、 ボリバルの部下かつ良き理解者としても知られる。ベネズエラ東部のクマナで生まれ、スペイン領はアメリカの独立戦争の勃発とともに、独立派の軍に入り、士官として、ベネズエラ東部で戦歴を重ねた。1819年に順勝になり、1820年には、スペイン軍とコロンビア、大コロンビア軍の休戦にあたって、戦争規制条約を結んだ。 1821年にエクアドルの独立派の救援に赴き、翌年でこの地のスペイン軍を破った。1823年からはペルーの独立派を助け、1824年にで南米独立戦争の最終的な勝利を決した。この戦法で大元帥になった。ボリバルと共にボリビアの建国にあたり、1826年から1828年まで、 同国の大統領を務めた。1828年に当時コロンビア領だった人に住み、ペルー軍の侵攻をで阻止した。1830年にコロンビアの国会議長になったが、同年に暗殺された。1795年、スペイン領東部、ゲンスクレ州のクマナで生まれた。父は、ビセンテデスクレ、母は、マリア・マヌエラであるから、幼くして、母を亡くした。 代々軍人の家系で子供の頃から軍事教育を受け、要塞建築と法術の知識を身につけた。1811年にスペインに対する独立戦争が起きると15歳で独立軍に参加した。すぐに中尉になりフランシスコ・デ・ミランダの下で戦った。ミランダが敗れるとクマナ経由でイギリス領のトリニダード島に逃れた。 1813年にグイリアへの上陸に加わり、翌年サンティアゴ・マリニョの指揮下で、ボカチカの戦いに参加した。1月に中佐に昇進して、ボリバルの指揮下で、第一次からボボ海戦、ラプエルタの戦いを経験した。ついでベルムデスの指揮下でウリカの戦いに加わったが、敗れて、マルガリータ島に退き、さらに再び、イギリス領に逃げた。1815年に、 ベルムデスに従ってカルタヘナに上陸したが同年中に敗れてハイチに逃れた。ここまでの戦いの中で王党派はスクレの二人の兄弟を捕らえて銃殺した。1816年に再びグイリアに上陸し大隊長を経てマリニョの参謀長になった。しかしマリニョがシモンボリバルに反抗して自らを総司令官に任じた時にはボリバルを指示して その祈祷を失敗させた。1817年5月に大佐に昇進し、ベルムデスの参謀長として、東部戦線での戦いを続けた。1819年8月に順勝になった。ここまでスクレは、若年の勝負隊長か参謀として、大将の困難な戦いを経験してきた。ハイチで、ボリバルを知ったが、スクレの戦場は、大抵の場合、 ボリバルと異なる戦線にあり、直属の上官は、必ずしもボリバルとうまくいっていないマリニョやベルムです、であった。後にボリバルは、スクレの兵団の際を認め、1820年に武器の購入の仕事を任せた。やがてボリバルは、スクレの詳細を軍中随一のものと考えるようになり、手元におかず自分のいない戦線を任せるようになった。 1820年のスペイン軍との急戦交渉では代表として施設団を率いた。この急戦がサンターナでトリヒリョで取り交わされた時、両軍は以後の戦争を文明的に行うことを目的に捕虜と民間人の保護を約する戦争規制条約を結んだ。この時までベネズエラとヌエバグラナダで死闘を繰り広げた両軍は互いに捕虜を重殺していた。この時以後、 無慈悲な殺戮が続いた、視線状態は、次第に収まっていった。近代の戦時国際法の源流の一つでもある、この戦争規制条約の起草者は、スクレと目されている。ヌエバ・グラナダを支配したボリバルは議会に、ヌエバ・グラナダとベネズエラを合併した新しい国家の創設を要請した。すぐに、現在のベネズエラコロンビアパナマエクアドルを合わせた、地域が、コンビア共和国。 大コロンビアとして宣言されたが、エクアドルは依然としてスペインの支配下にあった。エクアドルのグアヤ・キルで放棄した独立派がコロンビアに遠征を求めた時、ボリバルはベネズエラのカラカス方面への攻勢を計画していた。ボリバルはスクレに昇兵力を与えて救援させ、自らは主力を持ってカラカスに向けて出発した。 コロンビア増援軍司令官の肩書きを持って1821年4月に出発したスクレは650の兵と共に5月にグアヤキルに到着した。現地の兵力を合わせ、キトに拠点を置くスペイン軍に対抗し、8月19日、二手に分かれて進行するスペイン軍をヤグアチの戦いで括弧撃破した。追撃に転じたが、 これは9月12日のアンバとの戦いで頓挫した。もともと数的に劣勢であったスクレは11月にスペイン軍と急戦して戦線を落ち着かせた。同年6月にでベネズエラの独立を決したボリバルは1822年にエクアドルへの本格侵攻に取り掛か,かった。スクレは南下するボリバル軍にこ応して攻勢に出た。 ホセゲサン・マルティンが派遣したアンドレス・サンタ・クルスキカの兵力を合わせ、5月にボリバルより一足先に、キトの郊外に到着した。スクレは深夜に、キトの全面を横切って、ピチンチャ火山に陣取り、スペイン軍が期待した援軍の道を遮断した。スペイン軍はやむなく、山に向けて攻撃を行い、惨敗した。このの翌日、スクレは、アイメイチ総督の降伏を受け入れた。 オリバルは、キトに到着すると、6月18日に、スクレを少々に昇進させた。スクレは、秋から冬にかけて産地に残るスペイン軍を相当した。ペルーは、サンマルティンの助けによって、独立を果たしたが、その支配は、海岸部に留まっていた。の後に、サンマルティンが引退すると、新生ペルーは、軍事的劣勢を補うため、コロンビアに遠平を埋めた。 1823年にスクレは先権対6000を率いてペルーに向かった。スクレはまずリマから政府を疎開させ、この方面の防衛体制を整えた。ペルー政府はスクレをペルー軍司令官に任命したが、スクレはペルー政府の内紛を見てその地位を返上し、ペルー南部で作戦中のサンタクルスの救援に向かった。兵力に勝るスペイン軍は、 サンタクルスを撃破したが、スクレを捕捉することはできなかった。スクレは廃兵を収容しようとしたが、サンタクルスの方が合流を望まなかった。10月にこの戦役は、独立軍の敗戦に終わった。結果的に、スクレ軍は兵力を失わず、リマに帰り、サンタクルス軍は、兵力の大部分を失った。それより少し前、9月にはボリバルがペルーに到着し、 ペルー軍とコロンビア軍の指揮権を収めた。ボリバルはスクレを全軍の司令官に任じたが、ボリバルがいる場所でスクレの実際の役割は参謀長であった。1824年月にボリバルは連合軍を率いて攻勢をかけた。8月6日にボリバルはで騎兵戦を行い対勝を得た。この戦いではスペイン軍が早々に退却してしまい、 不評を指揮するスクレの出る幕はなかった。ボリバルはこれで戦線が一応安定したと考え、主力をスクレに預けて、自らは海岸地方を相当することにした。しかしこの間、ホセでラセルナ副王は他方面から部隊を呼び寄せて、大兵力を結集し、スクレ軍に対して攻勢に出た。スクレは抗戦しようとせず、一ヶ月もの間ひたすら退却を続けた。ラセルナは、 スクレの退路を遮断する進路を取った。その目的は達したが、遠回りで強行軍したため、追撃したスペイン軍の兵力の消耗の方が大きかった。追い詰められたスクレは、アヤクチョの盆地に布陣して、スペイン軍を迎えた。12月9日のでは、スクレが率いる少数の連合軍が決定的勝利を収めた。スペイン軍は敵の退路を塞ぐために回り込んだはずだったが、 破れてみるとその軌道のせいで、自らの退路がなくなっており、複王以下の将兵が皆降伏を余儀なくされた。スペイン領南アメリカ独立は、この一戦をもって、最終的に決まった。ボリバルは12月26日にこの戦功を称えて、スクレを大元帥に任命した。翌年2月12日、ペルー政府がスクレを、アヤクチョ大元帥に任命した。アヤクチョの戦いで、 南アメリカのスペイン軍は戦争を続ける兵力と指導者を失った。スクレはスペイン王に忠誠を誓う将兵の安全な帰国を保証したが、なおも交戦する部隊が各地にあった。スクレは高知ペルー、アルトペルーに進んで1825年4月にこの地の王統派の総統を完了した。独立前の高知ペルーはアルゼンチンの前身である。 リオデラプラダ副王領に属したが、さらに前にはペルーに属していたため、両国が関心を示していた。スクレは2月9日に、コーチペルー5県の会議を招集して、帰属問題を討議した。1825年8月6日、コーチペルー共和国議会は、ボリバルの功績を称え、新しい国家の名前を、ボリビア共和国と決定し独立した。ボリバルは、ラパスに入って、 臨時大統領になったが、翌年スクレに政務を預けて去った。スクレは1826年に、ボリビアの初代大統領に選ばれた。しかし、ボリビアには、よそ者の存在を疎ましく思う、現地政治家がおり、特にアンドレス・サンタクルスはその筆頭格だった。ボリビア併合を望むペリューの政治家がこれと結びついて、スクレを非難した。1827年に、ペー軍が、 国境に兵力を集結させると、スクレもこれに対応して、守りを固めた。軍事的緊張の中で、チュキサカ、現在のスクレに駐屯していた兵士が4月18日に、反乱を起こした。反乱はすぐに鎮圧されたが、スクレは頭と腕に傷を負った。20日に、スクレは、キトで知り合ったマリア・カルセレンと結婚した。マリアはずっとキトにおり、書面を返した結婚であった。 アヤクチョの戦い以後、スクレはずっと帰郷することを望んでいたが、ボリバルに移流されて政治に携わっていた。スクレは不人気の中で、大統領職に泊まることを望まず、1828年に辞任してボリビアを去った。スクレは妻が待つ人に向かい、その地に今日構え、妻の財産に頼って暮らすことにした。政治的には一貫して、ボリバルに味方したが、 ボリバルの独裁化を好まず、自身の政治関与にも消極的だった。ボリバルは、スクレを自身の後継者に指名しようと考えていたが、スクレはこの任を拒んだ。しかし1828年に、ペルーがエクアドルの領有を狙って、軍を集結させたため、再びコロンビア陸軍の指揮を取った。総司令官のラマルをはじめとするペルー軍の指揮官の多くは、 独立戦争でスクレの部下として戦った者たちであった。倍地海兵力で進攻したペリュー軍は1829年2月27日のでスクレに敗れて壊滅した。7月10日に娘のテレサが生まれた。スクレは故郷の熊名で国会議員に選ばれたため、祭祀を残して11月に首都ボゴタに向けて立った。 1830年1月20日に発足した議会で、スクレは国会議長になった。この時すでにベネズエラはの下で分離の動きを明らかにしていた。スクレはパエスを説得するためカラカスに向かったが、パエスは階段を拒んで、スクレを国境の町ククタで足止めした。スクレは諦めてボゴタに戻り、ボリバル後の新大統領就任を見届けてから帰郷の旅に着いた。 その旅の途中、1830年6月4日に、スクレの一行は森の中で待ち伏せた複数の暗殺者に狙撃された。スクレは頭に弾を受けて即死した。犯人は不明だったが、現場付近を管轄としていた軍人政治家のが関与を疑われた。オバンドはペリューに逃亡したがすぐに復帰し、 1831年から1832年と1853年から1854年の二度に、渡って、ヌエバラナダの大統領を務めた。オバンドは、自分は、無実で、当時エクアドルの分離を画策していた、エクアドルの初代大統領が、真犯人だと主張した。1842年に、下手人が判明し、アポリナルモリリョラが逮捕され、処刑された。 モリ,リョは、オバンドの指示によると供述したが、裁判所は、その証言を採用しなかった。スクレの名前は、ボリビアの首都スクレとなり、キジ軸マナのある地域もスクレ州になった。また、エクアドルの旧通貨の単位も、スクレであった。1994年から1998年まで、発行されていた、ベネズエラの旧2000ボリバル紙幣に肖像が、使用されていた。 2017年10月9日にボリバル宇宙活動庁は小型地球観測衛星 VRSS-2 をベネズエラは中華人民共和国の協力で打ち上げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。